川岡社長です。今回で前回なんですけども、レギウスオーツアクアガタのね、ウカってことはやったよってことを言ってたんですけども、今回はね、ちょっとタランドゥスをね、やっていきたいかなというふうに思っていたりもするんですね。ってこともあるんで、そこ含めてのものっていうのはちょっとね、何本かご用意させていただいているってことがあるんですが、1本目はね、じゃあこいつでやっていきたいなというふうに思っております。こいつがですね、3月24日ってところ24グラムってことでもあったんで、前回ね、動画見ていただいている方であれば、レギウスとかもね、20グラム超えてたらオスだったってこともあるんで、こいつタランドゥスもこれだったらオスなんじゃないか説ってところもちょっとあるかなと思っていたりはするんで、それ含めてね、お届けしたいなってことも思っております。で、洋室ってところに関してが、前はあったんですけど、そこのところがもうなくなってきてるところなんで、動いてるんじゃないかなってことを思ってたりしてるってこともあるんで、早速開けたいなと思います。うわっ、出てきた。いましたね。一生。はい、じゃあこいつがですね、タランドゥスオオツヤクワガタくんってことにはなってきます。あ、こいつもね、完品ウカですね。素晴らしいってところにはなってくるんですけど、ここのところをね、タランドゥスとレギウスの違いみたいなのもちょっと見せれるといいのかもしれないなというふうに思っててもいるんですね。で、順番じゃあやっていきましょう。じゃあ、ノギソを貸してもらっていいですか。じゃあこの子がね、何本あるのかってことをまず測りましょう。うん、こんぐらいかな。よいしょ、ところがあるんで64.1mm ですね、このタランドゥス君に関しては。まあ初タランドゥスオツになってくるんで、まあいいぐらいかなって感じですね。70とか目指したかったですけど、まあそこまで足りなかったというところにはなってきております。じゃあね、これでね、ちょっと形の違いってところをまず見たいんですけど、赤レギさんとタランドゥスのね、顎の違いがちょっと出てるかなって感じますね。こっちは結構ね、まっすぐ目ってなるんですけど、タランドゥスはちょっと湾曲目になるってところにはなってくるとね、ちょっと違いが出てくるかなってところなんですね。でも、オーツヤ系ってことにはなってくるんで、でしまえばツヤはね、すごいテカテカであるってところにはなってくるんですけど、まあ、色に関してが、ちょっとこっちが赤茶色っぽいかなって感じですね。で、こっちが黒というところにはなってくる色みたいにはなります。本当ね、微妙な違いかもしれませんけど、この違いを確認していただければね、レギウスとタランドゥス何が違うのかってところをね、見極めることにつながるのかもしれません。 60mm のオスだとしても完品ウカってことにはなってくるので、ここに関してはやっぱ嬉しいかなってところですね。いや、よかったところにもなります。はい、じゃあ次行きましょう。これがですね、洋室ここに作ってるってこともあるんで、まあいけてるんじゃないかなと思いながらも、ちょっと開けていきたいなと思ってます。よいしょ、逆さ向けてるんでね。おっ、上にいました。これだけ見てわからないですけど、メスなんじゃないかな。オスの可能性よ。メスだよ。メスメス。逆に洋室ね、作ってたんで降りてきてたって感じですね。よいしょ。背中にですね、ちょっとへこみみたいなのがあるかなって感じですね。なんでまあ B といえば B というところの完品ウカじゃないかなって感じですね、これだけ見たら。まあ、羽パカとかじゃないんで、まあ、気になるかどうかってところになるような気もするんですけどね。じゃあ、サイズをね、測っていきましょう。こんぐらいですね。はい、50.4g といったところのタランドゥスのメスさんというところにはなってきております。いや、この、なんとも言えない、へこみ謎だな。まあ仕方ないですね。これからすると、逆さで洋室作ってたってことがね、あるよって話したんです。これで逆さ向けてたん で、下までですね、掘り進んできたなって感じも見て取れてくるかなってところですね。まあ、動いてるってことで、もう誤植したかなって感じかもしれません。ちょっとね、それ含めてもってところにはなってきます。はい、そしてね、ウカ編をね、ちょっとやらせていただいたってことがあったんですけども、ちょっとですね、これ割り出しもね、最後やっていきたいなというふうに思っておりまして、これがね、タランドゥスのホワイトアイってところにはなってくるんで、目見てください、これ。目白いんですよね。見てわかりますっていうところの、このホワイトアイの子っていうところにはなってくるんで、これが割り出し側ですね。4月の12日にこの子をこの禁止瓶の中に入れていて、それの6月7日にこのメスさんを出してるってことをしてたりもするんで、その中でこれを禁止ね、取っといたんですけど、ちょっと幼虫が現れ出してる姿が見て取れてきたんで、ちょっと何匹いるのかってことをね、割り出していきたいなというふうに思ってはいるんですね。タランドゥススペシャルって感じになってくるんで、これね、ホワイトアイってところにはなってくるんで、これがうまく引き継がれたら、ホワイトアイになります。ただ、ホワイトアイの子でも絶対に全部がホワイトアイになるってことでもなかったりはするんで、
で、ここに関してはね、仕方ないのかなってところもあるんですけど、じゃあこの子たちのね、子孫を割り出していこうと思っております。じゃあですね、ちょっとね、割り出していこうかなって感じをしております。こんだけ食べてたりするんで、結構幼虫がもしかしたらもう結構大きくなってるのかもしれないです。じゃあですね、ちょっと出していこうと思ってます。この辺はもう幼虫なんで結構でかいかもしれませんね。もう危ないな。よいしょ、よいしょ。おおおおお、出てきた。丸々と太って大きいですね。グラムも測った方が正確だったかね。顔出てて大きかったっていうのを見て取れてたんで、じゃあこの子からいこう。ふいんって感じですね。顔大きいな、すごい。11g ってところにはなってくるんで、程よい感じかなってところですね。はい、じゃあ入れさせていただきます。よいしょ。でね、元の土もちょっと入れとこうって感じなんですね、私的に。と実家の香りじゃないんですけど、ちょっと入れとく方がいいかなってところですね。はい、こんな感じでタランデスの4月箱が 11g といったところになってきます。4匹かなって感じですね。でこの大きい子をいきましょう。よいしょ。じゃあ 9g って形ですね。これね、乗せてきたらやっぱストレスとかでうんちとかしちゃうんでね、まあ、敵から身を守るためってことになると思うんですけど、そういうことになってきてます。はい、じゃあこれをね、また同じでさーっと入れていく感じです。はい、ではですね、4月9日でタランデスオイトは 9g というところになってきます。よいしょ。はい、じゃあ次の子がですね、これ 7g ですね。まあ、産んでる順みたいな感じになるのかもしれないですけど、よいしょ。はい、じゃあこの 7g の子もここに投入していきます。禁止瓶は、ね、やっぱ変える頻度とかにやっぱね、グラムとかもやっぱ変わってくるんで、外側がもうダメになってきてるなとかなってくると、やっぱ変えていくっていうイメージなのかもしれません。でちょっとね、元の土をパラパラと入れてあげましょうというところにはありますけども、まあ、タランドスが、まあ、ある種一周はできたってことでもあるんで、レギュスも一周できたって感じになるんですかねってところなんで、ブリード含めて、まあ、一周やってきてようやく見えてくることも結構あったなっていうふうに思っていたりもしております。はい、ではですね、このタランドスのホワイトに関しては今度これが 7g というところにはなってきます。ちょっとこちらはミニなんで、そうですか。はい、3g ですね。ってところ、3、4。ところさまよっていった形のものにはなってきてます。はい。ってところでね、これ4匹目ってところが 3g ってところになってきた分を、ここに突っ込んだといった形にはなってきております。はい。今回ですね、羽化してるもののね、割り出しみたいなところ、掘り出しってところですね。ところと、幼虫のですね、割り出しってところを今回させていただいたってこともございます。幼虫含めてもですね、まあ循環していくってところの流れにはなってくるんで、これがね、先ほど言った7ヶ月前後ぐらいですかね、ところでオスもメスもね、基本的に羽化してくるってことにはなってくるのかなってところでもございますんで、そういったことを含めてですね、今後もですね、動画ってところね、タランドス含めての類伝の結果とかもね、お届けしていければかなと私は思っておりますんで、はい、そしてですね、こちらがですね、掘り出した後のタランドスオオツヤクワガタたちにはなってくるといったところにはなってきております。こちらね、小スペース化をね、測るってことをね、意図した上で、私自身はこのヘラクレスとかであればセパレートケースのショーとかね、使っていったりってことはするんですけども、そうでもなく、こちらはクリアスライダーってところで、間にね、仕切り板ってものがあるんで、この仕切り板のところをね、入れさせてもらって、オスとメスこういった形で分けているといったことをね、ちょっとさせていただくような管理方法を私は取らせていただいているといったところにはなってきております。仕切り板のところに行っている様子が見て取れてくるタランデスさんではあるんですけど、こういった形で、ね、分けていくってこともしております。まあ、小スペース化ね、していくことって結構ね、株区はね、飼育する上で大事かなと思っておりますので、オスとメスって形で分けずに、
ある種一つのケースの中で二つに分けれるってところがこのクリアスライダーの良いところかなと思ってますんで、私は結構重宝して使わせていただいてるってことにもなってきております。まあ、未誤食なんですけど、オスの方は一応ね餌置いてたりしてるってことにもなってきてます。で、真ん中にこうやって置いてるのも一応転倒防止剤ってところの意味を込めて置かせていただいてるってことにもなります。勝手に滑ってこけちゃう時とかね、ひっくり返ってる時とかね、何もなければ結構あったりするんで、そうなっちゃうと体力削られちゃうってこともあるんで、そこは避けてあげる方がいいのかなってところも含めて、このような仕組みになっているといったところにもなります。ちょっとおまけ編でした。トークまだの方に関しまして、チャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。またですね、いいねだったりコメントもいただければ、私たち制作意欲になりまして、励みになっていただければとても嬉しいです。それではですね、引き続き動画の方、ご視聴の方よろしくお願いいたします。それでは。